いやー、江戸っ子の雪といえばやっぱりお蕎麦ですね。でもこのお蕎麦、ただのお蕎麦じゃないんです。どんなお蕎麦かというと、その答えはお店の名前にあるんです。その名もこちら、マグロ蕎麦です。今日は浅草でなんとも珍しいマグロ蕎麦を食べ行く。遠くにいても蕎麦。東京スカイツリーのお膝元、浅草にあるマグロ蕎麦。落ち着いた店内で珍しいマグロ料理が楽しめます。それではマグロそばの主役でもあるマグロをご紹介しましょう。こちらです。わー、ドーンと丸々1本の本マグロ。今日は食べ行くのためだけにさばいていただけるということで、早速お願いいたします。と登場したのは2人の職人さん。まずは大きな頭を落とし、豪快かつ丁寧な職人技で大きなマグロをさばいていくことわずか5分。5分、早い早い。美味しそう。あっという間にさばかれました。こちらの脂の乗った部分が大トロです。この大トロの部分がマグロさばになるんです。贅沢にぶつ切りされる本マグロの大トロ。さらにそこに香り高いそばを合わせるというマグロそばとは。こちらがお店の名前にもなっているマグロそばです。おそばとマグロの中トロ、そして大トロがセットになってるんですよ。さてこのマグロそば、食べ方も珍しいんです。まずこちらのそばつゆにこの大トロを全部入れちゃうんです。そしてここにお蕎麦をつけていただくんです。この組み合わせは初めてですよ。いただきます。おつゆ自体はさっぱりしてるんですけど、大トロの脂によってまろやかな味になってます。そばつゆに出ている脂の旨味もすごく強いです。そばは細めながら、噛んでいるとおそばの香りがして、マグロの風味ともよく合います。生臭さが映るかなって思ったんですけど、全くありません。このままマグロも食べてしまいたいところなんですが、そこは我慢して、こちらのおつゆにこのそば湯を入れてマグロをいただくんです。熱々のそば湯を注いだらマグロが少し白くなりました。ではまずおつゆからいただきます。温かいそば湯を入れると湯気と一緒にマグロの風味がふわっと香ってきます。極上のおつゆを飲んでる感じです。続いてちょっと火の通ったこちらの大トロをいただきます。とろけます。醤油で食べるよりも甘みを感じます。このまたほんのりあったかいっていうのもいいですね。意外な組み合わせだったんですけど、食べてみると納得です。気に入りました。続いていただくのは、大きなマグロからほんのわずかしか取れない貴重な頬肉。しかもこれを珍しいカツにしちゃうんです。マグロのフライもなかなかないですけど、マグロをソースで食べるっていうのも珍しいですよね。いただきます。柔らかい、柔らかい牛肉を食べてるような食感です。マグロはお醤油でしか食べたことがなかったんですけど、ソースと相性バッチシです。ほほ肉だけに美味しさ。ほほほほほほ、今日のイチオシ、贅沢な釜焼き。香りも香ばしい香りがします。ここが釜トロのところですよ。いや美味しそう。トロトロプルプルです。いただきます。プルプル、柔らかい。噛まなくていいです。溶けちゃってます。もうなくなっちゃった。油が乗っていてちょっとパンチがありそうな感じなんですけど、食べるとふんわり優しい味がします。その優しい味がとろけてなくなっていく、儚い美味しさを感じます。
珍しいマグロそばからマグロの貴重な部位まで味わえるお店、皆さんも一度足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは皆さんごきげんよう、はい、じゃあお台場までお願いします、高速乗れましたっけ。